はいいい、えー、いつもごご覧いただきまましてありがとうございますす腕時計のアルコールです、えー、今回の動画なんですけれども私のファンの方からとてつもないものをお送りいただきました、えー、簡単にご説明しますとオリジナルひしめ打ち機ですね、えー、このように使ってひしめを垂直に打ち込むことのできる機械です えすごいですね、たるきを切って、ここまでつけていただいて、グリップもこんな感じで色つけていただいて、しかもえ私のネーミング、シンス2016と書いていただいたりですね、半端じゃないものができました、これで夜、もひしめが打てて、作業効率が上がる。 感じ,ですじゃあ早速試しにやってみましょうか。で、また今ね、奥に見えます。こいつなんですけど、こちらもお送りいただいたものです。ウォッチスタンドですね。素晴らしいものをまたあのいただきました。ガッと私の作業スペースが。 ちょっと早速見てみましょうまだどういうふうに使おうかなと思ってるんですけどこっちから打ち下ろすかまあこうでしょうかねかまあちょっとこっちの方がいいかな見ながらこう微調整しながらっていう感じだと思うんでやってみましょうかえ今お待ちの方のベルトもうおおむねできてます とは最後の仕上げをしていく感じですね6時側も作ってます、えー、小バをしっかり塗り上げてって感じですねじゃあ打ってみましょう早速このコード盤にひしめをすいま、ね、っすぐ行ってみようと思いますねいやほんとこれ素晴らしいすごい工具が届きましたこれ うん、ここ向いて貼ってね、いや、これは素晴らしい、動かしてい、えー、こうと思います、これは嬉しいですね。欲しかったんですよ、こんな工具が。で、お写真を送って、こういうの。 があったらなって言ったらもうすぐこう形にしてくださって本当に素晴らしいですねなるほどなるほどいいよこんなもんかもうこれでいったかなもうちょっとでしたね力加減がはまあなんとでもなりますからね いや、もう開きますよ。いいよこんなもんか。あ今ちょっとたるきがにじんじゃいましたね。あ貫通しましたね。うん、素晴らしい。しっかり入りました。で、連続的にこっちもやりたいときは、ここを軸にずれないように注意して。 貫通しましまたねはいこんな感じで綺麗に入ります素晴らしいこっちからでもいいのかこれはすごいなうんこれくらいの力で大丈夫ですねうん し貫通してますいやこれは作業はかどりますえ綺麗に狙い通りのところに皮脂が落とせるのでこれは嬉しいですねでえまあこういう感じで差し替えが可能となります突き当たりまでこれねして いい感じです。これは非常に嬉しいです。作業をはかどります。これはありがとうございます。で、またね、この素敵なウォッチスタンドもお送りいただきまして、またちょっと本数が増える感じなんですが、手首が細いので、こうした状態ではちょっと通らなかったんですけれどまあこう開けて、 ここの節目のところはなこうこういう感じで中の方がシェープを聞かせてもらうが入ってるんでこの辺で固定ができますねバックル閉じれますねこれはえ大事に使わせていただきます仕上げもすごいですね すべすべこれものすごく仕上げられてますねいやこの木工はすごいですね本当に嬉しいですこれは嬉しいなとてもう嬉しい贈り物でございますこういう感じでねうん うん、貫通してますねしっかりはいこんな感じでえ私あれこれの作業場に素晴らしい工具がえ届きましたこれで作業効率も上がりますのでえお待たせしています皆様 によりスピーディーでより性能のいいものを精度の高いものをお届けできるように頑張っていきますえ今後もぜひ腕時計のあれこれをご引きくださいこれはいいですねうんずっと欲しかったんですこういうアイテムがいやこれを実現化してしまう作業スペースいやそのうちといなすごいなうん感謝感謝ですこれはこのリーチも十分いいですし 使い勝手えやりたい行為としてはこれで全て賄えますねあとはまあほんとよく言えばこの別たちがこう垂直にこうガチンとこうね落とし込めるまあ専用のこの刃物ホルダーみたいなのを作るほかないと思うんですけれどそれもあれば切り出しもこう力がいらなくなりますからこの機械でこれだけでいいですからうん いやこれで夜の作業もできますので非常に嬉しいですありがとうございます、えー、現在進行中のベルトはこちらですね背面が赤で、えー、久しぶりにちょっとマットな牛革です、えー、ステッチは白でで日本刀スタイルですね、えー、まだこれからコバをもうちょっと仕上げて1、えー、点止め を塗って定格優格優格をつけてそれで完成ですねもう大詰めまで来てますこの背面の色違いが比較的皆さんからお声掛けいただいているのでえもしご興味おありの方はえお気軽にお申し付けくださいそれでもできます本当にまた違う色もご用意できるんでねえ行ってください材料にある色であれば対応可能ですで今日は こ,ちらこんな素敵な、えー、ひしめが音なく簡単に作れる機会を、えー、お送りいただきましたそのご紹介動画です非常に嬉しいです本当あれこれのファンの方からいただいておりますこんな素敵なものねいただいちゃってこれはもうはかどりますし気持ちが高ぶりますねうんすごいですよこれ えー、ありがとうございま,すまた動画アップしていきますので、えー、ぜひご覧になってくださいませ。失礼します。